自分が変わるラジオ。今日も皆様ご視聴ありがとうございます。3万件以上のお悩み相談から集中力を高める瞑想法など様々なご提案をさせていただいております。心理カウンセリングコーチの本田由美と、はい、アシスタントの西田が今日もお送りします。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もレター届いてますので、はいはい、読ませていただきます。コロナでいろいろお金が減りました。予定通り行けば、元に戻ると思うのですが、予定通り行くかすごく不安です、うん、こういう不安はどうすればいいでしょうか。あ、なるほどね、これそういう人たちが圧倒的に多いんでしょうかね。多いですよね。どうして多いと思う。やっぱり例えば飲食店とかサービス業の方とか、うん、その情報どこからですか。ニュースですよね。はい、ニュースはそこにフォーカスしてるからなんです。経済ニュースとか見られたことありますか。はい、圧倒的にそうやって経済的な影響を受けている業種と、はい、それから全く受けてなくて右肩上がりに伸びている業種もあるんですね。ありますね。ということはですよ、はい、会社さんによって違っているということは個人もそうなんですね、うん、お金に対して悲観的な人は、はい、悲観的なところばかりを見るんです、うん、お金に対して楽観的な方は楽観的なところばっかり見てるから、はい、そこに不安感はないんですね。うん、だから自分がどこに意識を向けてるかなんですよね。なるほど。じゃあここに今その方が確かに仕事の中で収入が減っているっていうのは事実でしょう、はい、でもそれと不安感をイコールさせる必要はないんですね。うん、だからお金が減っていってるかもしれないんですけど、それを決して悲観的に見るんではなくて、はい、じゃあこれがより良くなるためには何ができるだろうかっていう可能性を広げるところに意識を向けていくと、不安感ではなくて、あ、なんかこういうやり方もあるんだ、楽しいなっていう気分になっていくんですね。でこれは今の本当にコロナの状況の中でニュースを見る、ニュースっていうのは悲観的なことを挙げるからニュースになるんですね、はい、でもそうじゃない部分もあるんだなっていう情報を自分の中で得てみる、うん、その選択するのは誰ですか。自分ですね。そうなんですよ。パチ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 。なるほど。自分が変わるんですね。そう、自分が変わるんです、うん、どこを選択しようかっていうところですね。はい、どうでしょうか。いやー、ズバズバ刺さりました。あ、私も刺さりました。先生もですか。はい、刺さりました。はい、じゃあ今日もありがとうございます。はい、先生ありがとうございます。はい、ではこのようにですね、本田由美先生の、ご質問ご相談随時受け付けてます、うん、もっと詳しく個別に受けたいという方はですね、ホームページからカウンセリングをお申し込みできますので、そちらからぜひお待ちしてます。お待ちしてます。はい、でこのアプリからもですね、レターという機能で、お悩み相談を受け付けてますので、そちらからも送ってみてください。はい、はい、では本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。